あ、いいね。おはよう。おはよう。まだ反映されてない。おはよう。じゃあ、お昼ちゃん。こんにちは。そうですね、1時。1時。おはよう。おはようございます。始まりました。おはよう。僕らの生活にとってまだ朝です。こんにちは。こんにちは。おはよう。おはよう。こんにちは。さて、ということで今日は、僕たちのサイキックフィーバーライブツアー 2023 BCF の、サイキックフィーバーオフィシャルファンクラブ先行抽選予約が最終日ということで、最終日で最終日だ、はい、最終日最終日ですね、今日の、日本時間23時まで行っておりますので、はい、ぜひ皆さんもしよかったらチェックしてくださると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。まだ間に合います。お願いします。はい、そしてインスタライブの後にはCU、キャスも、みんなでやりたいなと思いますので、ぜひ皆さんそちらも見てみてください。はい、お願いします。ということで、もうそうですね、いつでしたっけ、1月17日から始まりました。17日から抽選予約がもう今日で終わりということで、はい、どうですか皆さん。あっという間ですよ。ちなみにすでにしましたよってことですよね。いらっしゃいます。いらっしゃいます。ありがとうござ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 います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。初日からのツイッターとかでたくさんのコメントいただいて、すごい嬉しかったです。皆さんありがとうございます。ハッシュタグも決めました、ね、そうなんですよ。インスタライブですね。確かにそのツイートも見させていただいて、というかあれですよね、インスタライブするの久しぶりですよね。確かに今年は。確かに今年はツイートすでに1144人とかね。ありがとうございます。ありがとうございます。いいか。あ、でも嬉しいですね。今日もいろんな国の方が見てくださってますね。エントリーするために、うん、あのファンクラブ登録してくださった方、おあら、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ツイートでも見させていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいです。初日が6月13日大阪ですから。大阪、まあ、ここからね、ファンクラブの、締め切りは今日までですけども、はい、まあ、これからね、トライブモバイル25日からエグザイルトライブファンクラブ、はい、が始まります。お、番もありますし、はい、まだまだ4月1日なので、まだ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 、はい、ファンクラブ先行で先行で行きますので、はい、で今日までということで、はい、はい、どうしましょう。23日なので、うん、ですね、まあ、結構あのファンクラブのお話は最近あの何でしたっけ、ツイッターの方で公式でもない、はい、公式の方 で、ね、スタッフの皆さんがなんかファンクラブとはみたいな分かりやすく解説してくださっているものもあるので、はい、なんかそういうのを見ていただけたら、あ、多分こういう感じなんだみたいなのを知ってもらえるかなと思いますし、そうですね、僕らも結構ね、ブログとかでもそうですし、まあ、SNS もそうですけど、普段何かのね、ファンクラブこういう感じですよって撮ってたりするので、うん、なんかそういうのを見て、あ、こんな感じなんだと思ってもらえたら嬉しいなと思うんですけど、はい、逆になんかありますかね、こういうの見たいみたいな感じで。確かに、あ、そうですね、皆さん一緒になって聞きたい。多分レン君がどうにかしてくれます。おぉ、すごい。レン君がね、私が、はい、任せてください。レン君に言えば、はい、叶う、叶います。はい、なんかこういうの見たいとかコメントお待ちしております。ありました。せっかくなので、いやー、すごい楽しい。でも多いですね、結構もう東京応募したよとか。確かに、あ、ね、今中目なんだよって人います。暑いなー、暑いなー、暑いなー、暑いなー。もうあれですよね、日本はめっちゃ寒いんですよね。雪降るらしいですよ。ですよね。うん、日本スノーキャンディー、アメコのスノーキャンディー。あー、いい、美味しい。入れ込むやつ、歩きながら、ね、あったかい、チョコも青しい。福岡行きたいです。追加公演希望とか来てや。そうですね、今回ね、あの平日ですもんね、会場が。学生の方は、そうですね、そうなんです。もしかするとね、かもしれないですからね。名古屋来る人、はい、はい、俺も行きます、名古屋。え、もう、え、これ、みなりこれ、え、これ、これ、逃がせるじゃん。あ、でもファンクラブの方はあれですね、なんか、モッパンの続編とか。ああ、結構あの、ね、あのさ、ツアー中の地方でやりたくない。確かに、ああ、確かに、大阪だったら、大阪グルメ、名古屋のご当地モッパン、ご当地モッパン。だからそれもね、あの、ファンクラブの企画とかで、それやろう、お願いします。あ、ごめんなさい、早くね、お願いします、やさせていただきます。企画でしょ、ファンクラブ。ファンクラブ先生のブログとか、そのご当地の人がいいですね。やりたい、確かに。
リボン手羽先あとその逆にその何て言うのじゃなくてそこの地方の有名な観光地に行きたいみたいな。ああ、行きて案内してほしいですね。ちょっと Vlog に案内すっきゃな案内すっきゃな今回誰がするねん。心や心や、もちろん俺でしょ。おい心や今の渾身のツッコミが手羽先めっちゃ睨んできたな。心やろ、怖かった。あっ脇食い、脇食いすごいね。脇があって脇があって、やっぱありますね。僕たちの声が小さめというコメントが、はい、声からかな。いっぱい大きな声出します。いっぱい大きな声出します。3メートルくらい難しい。そんな離れてないの。ダメだ、ダメだ、配信になっちゃう。内緒、内緒の話してる。あとツアーだとキットグッズもありますよね。うわぁ、うちも楽しみに書いてくれる。ツアーといえばじゃないですか。まあ、そうですよね。多分ね、多分ね、皆さんと盛り上がれる何かだったり、はいはいはい、かっちょいい何かだったり。何か言えることないの。ないっす。ちょっとだけでも分かる。ちょっとだけでも分かる。ちょっとだけでも分かる。ライブ危ないっす。ライブか。ここまで言ってね。絶対かっちょいいのが待ってると思うんで、はいはい、楽しみにしててください。ないのだってライブ6年間ちょっとだけ、ちょっとだけ、まだ半年後よ。もうちょっと待ってください。もうちょっとね、もうちょっとだけ温めるから。もうちょっと半年後。あのほら、何だっけ、メンプロ、メンプロアンドガラって書いてて、あらあらあら、ウーのね、あのね、CL ではね、ついこのメンプロで盛り上がったんですよ。あ、見てました、見てました。すいません、ご飯食べてます。ご飯食べてます。あれっすね。あ、はいはい、汚れる。え、メンプロ何っぽいかね。つるつるが何がなったんですか。七三キット。七三キット。マジ。あ、ポーズだ。欲しいね。いや、欲しいの、きっと欲しいです。ジェル、お願いします。女性の方も渋谷。いいな、それやばい。どんな方でも七三キット。ツルイが一番買うでしょ。確かにツルイが一番買うんです。自分で一番入ってるもん。ケーキみたいな。いく。いいね。あ、いいね。なんか一個面白いのあるね。いや、確かにそういうのも楽しみだ。ね。まあライブだけではなくね、いろいろそういろんな表現で楽しみがあるな。プロデュースグッズ。ライブならか。チームでのプロデュースもあるかもしれないし。ね、ドンと、まあ、限定とかもあるかもしれない。ああ、ああ、ちょっと待って。めっちゃ時間めっちゃ見てるで、でも本当にそうですよね。そこの楽しみもありますからね、パフォーマンス以外にも。確かに実用的なものがいい。パフォーマンス実用的なものがいいらしいです。実用的なものがいいです。お楽しみに。お楽しみに。あのスマホケースもね。あ、実用的やな。はい、こちらですね、スマホ肩掛け、僕言っちゃいます。え、絶賛考え中なので言えないってことなんですよ。ああ、そうですね。考えてないわけじゃない。絶対もちろんめちゃくちゃ進行中なので言えない中です。言えないと言えない。むしろ今考えているので、ぜひその送ってくだされば、もしかしたら追加で、それはこれいいわ。気があるかもしれない。確かに。ぜひ皆さんのね、ご意見もいただきたい。確かに。確かにね。スイ君ナイスってきてます。うん、実現したいですね。うん、楽しみだ。楽しみ、楽しみ、いいですね。楽しみです。結構質問がたくさんですね。ちょっと読みますか。いいやね、奥様。ちなみにこの配信は、13分ぐらいまで、ぐらいまで、はい、そうですね。15分が CL をするので、はい、15分の CL が映ります。 CL でコメント言いますね、はい、そうですね。ライブもあれですよね、グッズ以外にもいろいろ言えないんですよね。準備中なことだって言えない。言うじゃねえよ。え、今言えないのみたいな。なんだよ。マジネタバレになっちゃうな。めちゃくちゃネタバレになっちゃう。めっちゃ怒られる。でも、ね、半年後なんですけど、いろいろまあ進んではいますので、はいはい、絶対楽しんでいただけるようなライブになってくると思うんですよ。よろしく。会場に来てね、ゼップですか、ゼップ。音もいいですよ。立ち上がってね、一緒に立って4回移動で、確かにお待ちしております。お待ちしております。仕事楽
ね、まだ間に合いますからね。まだ本日23時まで。日本時間の23時まで。23時まで。まだ間に合います。限定になります。いいですね。もちろんそうですね。このライブもそうですけど、タイのライブも2月5日に控えてますので、ぜひそちらも来てもらいたい。はい。絶賛リハーサル中でございます。タイでお待ちしております。はい。タイでお待ちしております。もう来週ぐらいです。もう再来週ぐらいです。はい。一週間ぐらいですかね。ぐらいですね。ラストスパイ。僕は今タイからお届けしております。はい。はい。お待ちしております。やっぱりみんな集まるタイにいるように見えへんのかな。じゃないですか。なんかやっぱあるよねコメントで普通にタイにいるもん。ちょっと長袖も増えて。そうだね。季節もね。もしかするちょっと涼しい、ね、ここで続いてたもん、ね、だって今日涼しいもんね、ちょっとまだ今日涼しいですね、最近風がありますね、風が少し暑いけど、でも、33 風があるからまだ体感はあるから涼しい季節やんね、29じゃん今涼しい、29度だもう体感、感覚バグっちゃうそうやね、汗はかかへんかもね、立ってるだけじゃん、ちょっと、そうそうそう、めっちゃ気持ち悪そうです、30度超えてくるとあかんな。ですね。めっちゃ涼しい。これからですね。めっちゃ涼しい。これから。だからそれだからだいぶ涼しい。確かに季節感。そう。確かに確かに出せる出せる。いい様外れやし。確かに。あ、俺の止まっちゃった。日曜日から休みじゃないですか。休みの日。休みの日だった。おお。ああ、確かにいいね。休みです。花日だ花日。今日あれなんですよ。春節です春節。そうですね、この前みんなで動画撮ったやつ、はい、中国語のあ、そうですね、亡命シーでしたっけ、亡命シーラジャホーラジャホーラジャホーそうです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 亡命シーカワ、カワもういないってコメント来たんですよ、なんでカ、あのめちゃめちゃいるカワ多い、いや、多くのね全然いないです今いたな潰した、潰したやったらいはい、ということでですね、最近フィーバーオフィシャルファンクラブの先行抽選予約が、本日までとなります、はい、予約までです、この後は僕たち CL 見て、配信をしますので、ぜひ CL も見てください、お願いします、はい、ということで、まあ、まだまだあの抽選はこれからあるんですけども、まあ、一旦ファンクラブ今日までということで配信をさせていただきました、ぜひもしまだだよって方絶対よって方いらっしゃいましたら、ぜひチェックしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではインスタライブはそろそろ終わりにしますか。そうしましょうか。はい。ということで皆さん、CL ぜひ来てください。はい。待っていきます。CL 待ってます。またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。切っちゃいますよ。サリカ。